どうも、ゆたです。とくんです。のりです。どうも、バウンスです。お願いします。お願いします。というか、今日は、ひなたか46のアリーナツアーの愛知と神戸の行楽発表日です。イエーイ。で、僕は、と、ぼっくんが応募して、別で応募してるので、今回は。登録が2個ありまして、1日2日、1日2日で。で、ノリは今回ちょっとまだやってないんですけど、やってないんですけど、この2人の登録を今から発表していきたいと思います。マジで。じゃあ、洗ってますように。で、今回も、ノリくんから発表してもらおうかなと思いますので、いきますか。とりあえず、とっくんから17日。で、次、僕。で、次、18日っていう形で発表していきたいと思いますので。では、のりくん、頼みました。お願いします。はい、まずは、僕の17日。じゃあ、とっくんが、一人で応募して、17日。で、17日、とっくんの応募を発表させていただきます。死ぬんやな。チケットは、当たり、ませんでした。あ、マジか。マジか。マジか。ピンで当たらんのか。まず17日、特訓の方は残念ながら。いや待って、めっちゃ俺もう無理や。怖いなそれ。はぁ、あ、メントやられてきた。さすがやな。じゃあ次、ゆとの方の応募したものちょっと待って。17日、はい、チケットは当たりませんでした。あはははは、狭っ。狭きもんやな。マジか、当たん。狭きもんや。だってキャパめっちゃ狭いもんな。どうですか、つって俺なんかもう外れてる気がするわ。いや、もう俺は次が来てると思う。ギラ来たもん。じゃあ次、とっくん18日は大学の友達と。大学の友達と。ちょっと、行かれそうです、今。じゃあ、2日目、18日、とっくんの方を発表していきます。いやいや。18日、よっ。チケットは、よっ。当たり、よっ。マスター、どうした？いいな。えぐい。あー、もう3人で。うおっしゃった。いいなー。来た来た来た。僕は涙が出そうだよ。全席。キュン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 どうしてキュン。来てる。よっしゃー、ゲロアクト。それ大学の同期。同期。あ、同期か。同期の子で。乃木坂とか行った。あ、行った。おめでとう。そう、ありがとう。そう、後で友達に報告しよう。最後、いや、ここは一緒に行こう。ここは一緒に行こう。2日目、18日、確認します。今回、ゆと、18日、チケット、当選しました。うえぇ、うえぇ、マジマジですか。うわぁ、18当たった。来た、えぐい、えぐい、これは来た。よっしゃ、マジですか。やば。残念、2日とも。震えてますよ、また。当選やな。一人とも18日当選しました。で、ゆうは職場の、まあ。職場の、そう、友達の、友達で。友達に言っとこう。スクショしとこう。え、見て、ほら、マジで。はい。ちょっと分かるから。うん。なんか、震えてる感じ。マジで震えてる。いや、でもまさか2日とも同じ日で当たるっていうのは、良かったな。いや、マジで。しずっと緊張してたもん。ずっと緊張してた。なんかメールも見えるか見えるか。こんな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 やって。ずっとこんなやって。いやちょっと待って、えぐいっすね。震えが止まんないっすよ。いや心配ねえから。めっちゃ時間差できてる。なんかちょっと俺もちゃんと見よう。だからトックも時間差ちょっと。え、なんか10分後ぐらい。10分ぐらい。10分ぐらい。いや神戸当たったらめちゃめちゃ嬉しいし、めっちゃでかいし、関西住みなんで。これはでかいな。しかも同日っていう。同日って同日。いやー、なんか個人的なこと言うと、ほんまにケアフェスの車がなかなかな、なかなかやったから。しんどかったもんな。なかなか。やった。じゃあやったやわ。とりあえず、いつ、あ、来月よな。もう来月も来月や。18やから。これほんま1ヶ月。言ってすぐ。うん。結構早い。これは結構ね、でかいですわ。まさか。おたりさん、ちょっと神戸お土産待ってるんで。お土産待ってるんで。はーい。はーい。あ、マジでよかった。ありがとうございます。よかった。
いやだからトックが当たってユトのやつちょっと俺もなんか緊張してたんよ。じゃあもう当たってたからこれはでかいなと思って。確かに、なんか、ね、当たってさ、こっちが外れるって言ったらなんか読む方もあれやし、こっちもあーメンタルやら当たってたもん、今メンタルはもう言ってまた最高じゃんな。よっしゃー、よかった。というわけで、楽しんできますんで、ありがとうございます。まあ、桜坂もまたね、俺はちょっと無理かもしれないけど、また考えますでは、この辺でおさらばしましょう。おさらば、はい、はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。では、バイバイ。